体操の第76回全日本個人総合選手権第1日は21日、東京体育館で女子予選が行われ、本大会限りでの引退を表明している寺本明日香、26イコールミキハウスが現役最後の演技を終えた。会場の東京体育館は、寺本が人生が変わったと振り返る11年世界選手権が行われた思い出の場所。最後の最後となった平均台の演技を終えた瞬間は両手で顔を覆い、涙したものの、その後は笑顔で引退試合を振り返った。大体選手として急遽出場した11年世界選手権から長く日本の女子体操を牽引してきた26歳は、体操をやってきた良かったと心から思える、と笑顔を見せ、今後については、ゆっくり考えたい、としつつ、将来的には日本代表に関われれば、まずは勉強から始める。私には経験があるので、いつか日本代表をサポートできるようになればれ、と指導者としての未来像を書いていた。